IQ 駆逐艦はイギリス海軍の駆逐艦の艦級。GHQ をもとに水雷兵器を強化した駆逐艦として1935から6年度で9隻が建造された。また、トルコ海軍もこれに準じた設計で4隻を建造しており、このうち2隻は第二次世界大戦の勃発に伴ってイギリス海軍に編入された。をネームシップとして イントレピット級と称することもある。イギリス海軍は1924の5年度より駆逐艦の建造を再開し、まず第一次世界大戦の先国や新しい技術を盛り込んだプロトタイプとしてアマゾンとアンバスケードを建造した後、1927から8年度で量産型として A 級、続く1928から9年度で紹介性型の B 級が建造された。 また1929から30年度では、大型化して燃料の搭載量増加を図った C 級、1930から1年度では、対戦戦能力を強化した D 級が建造された。CD 級は好評であり、1931から2年度では、官報を改良した E 級、1932から3年度では、水雷兵器を更新した F 級と、 順次に拡大強化を重ねていった。しかし、ロンドン海軍軍縮条約の制約から、駆逐艦の艦型抑制が求められたことから、1933から4年度の建造艦は、機関部の設計変更によって、艦型の圧縮を図った G 級に移行し、続く1934から5年度も、その紹介制型である H 級が建造された。 そして1935から6年度では GHQ をもとに水雷兵器を強化した艦が建造されることとなった。これが本級である。蒸気の経緯より設計は HQ のものが概ね踏襲された。機関構成も同様でアドミラルティ式三道型水管ボイラーとパーソンズ式オールギアードタービンを基本としたがアイレックスではラモント式ボイラーが搭載された。 これは A 駆逐艦として初の強制循環型ボイラーであり、アドミラルティ式と比して重量、スペースで5%ほど少なかったものの効率面では劣っていたとされている。艦砲は HQ と同様45口径 12cm 砲4門を CP マークザバイブ砲がと組み合わせて行角40度の療養砲として搭載した。 搭載弾薬の4分の1に当たる200発を広角砲弾とするとともに、対空射撃用の射撃式装置を搭載して、両用砲としての性格をさらに強める計画であったが、後者は実現しなかった。また従来の艦級と同様、共同艦のイングルフィールドでは5問の搭載となった。なお、対空兵器は GHQ と同じく、 4連装 12.7mm 機銃を採用した。一方、水雷兵器としては、従来艦が4連装21インチ魚雷発射艦を搭載していたのに対し、本級では5連装が搭載された。これは1933年の演習により、特に野州においては、多数艦による攻撃では、特定目標に対して攻撃が過度に集中することが判明し、 所要席数を減らすため、股間あたりの車線数を増やすことが求められたためで、G 級、グローホームで試験が行われていたものであった。搭載魚雷は、F 級以来のマーク9魚雷とされた。また、対戦専用として、アズディックと対戦爆雷投射機、大気雷専用として二足駆逐艦装海軍も、閉鎖された。その後、第二次世界大戦が勃発すると一部は、 護衛駆逐艦としての改装を受け、4.7インチ砲1門、内視2門及び、後部魚雷発射艦の撤去バーターとして、20mm 基銃の増設による防空火力の強化やヘッジホッグ対戦迫撃砲の搭載、爆雷搭載数の増加がなされた。また4隻が、主砲の半数と発射艦を撤去して、高速不接艦に改造されている。従来通り、 共同艦一隻を含む九隻を建造するというパターンが堅持された。第二次世界大戦では鉱隻が戦没一隻が衝突事故で喪失している。トルコ海軍は1938年に I 級駆逐艦の巡動警艦デミルヒサル級駆逐艦四隻をイギリスに発注した。この艦は魚雷発射艦を八門に削減した以外は オリジナルの IQ と全く同じ並走、性能である。第二次世界大戦勃発時点では4隻とも全て建造中であったが、イギリス海軍は、うち2隻を大戦勃発に伴い、トルコから購入した。イギリス海軍に買い取られなかった2隻はそのまま、建造が続けられ、1942年にトルコ海軍に引き渡された。イギリス海軍が買い取った2隻のうち、 終戦まで生き延びた一席が1946年にトルコに引き渡され、三席とも1960年まで運用された。ウィキメディアコモンズには IQ 駆逐艦に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。